にもできたクリッカー DIY 特集。この間ワンメイクレースに行ったら2人も元彼に会っちゃいました。ヨコリンこと小栗陽子です。今回はですね、梅雨も始まっちゃいましたけど、梅雨対策、車の梅雨対策をしたいと思います。なので今回も、緩めにちょっとエロめに頑張ってみたいと思います。それではまずワイパーのゴムを交換したいと思います。ワイパーのゴム、普段皆さんは洗車をしたりとかするときにあんまりチェックしてる方少ないと思うんですけど、ここの劣化があると水のこの何て言うんですか、切れが悪くなっちゃうので、ここを今日はまず先に交換したいと思います。まず交換方法が2通りあって、このゴムだけを交換する場合と、それからこのジョイントの部分から本体ごと交換するっていう方法があります。で今回はその2通りとも、やっちゃいたいと思います。でゴムなんですけど、間違っても変なゴムは買わないでくださいね。これ引いて下に下げるんでしょ。あ、来た取れました。チャキーン。ワイパーを上の部分を取ったこの残った本体なんですけど、今まで通り勢いよくバンって戻すとガラスが割れるそうなんで、皆さん気をつけてください。やっちゃったら笑顔でてへぺろって言ってくださいね。新しいワイパー用意しました。さっきの外したやつじゃないですよ。本当に買ってきたやつですよ。本当なんだからね。じゃあこれを、新品という体ではめたいと思います。シャキーン。さっきと同じ要領でここはめたら、爪がさっき見えてた爪なんですけど、これをグッと中に押さえながら下に引くとできるんだけど、これ入ってんの？入ってるかも。あれ入ってる？入れられてる？オッケー。挿入完了です。あ、装着完了です。それではワイパーのゴムだけを交換する方法、簡単に教えちゃいます。金欠の横にみたいに金欠の人はゴムだけの交換にした方がいいと思いますけど、結構大変なんで、このゴムの、わかるかな、なんかこうクレーンみたいについてるんだけど、要はゴムを下から引っこ抜けってことなんですよね。取るとこんな感じです。なんかこう宙吊りになってるのが2本あって、ここの金属の部分にこれがスライドして入ってるようなイメージですね。結構ゴムが劣化していたりすると、サビがついてたりして取りにくい場合があるので、特に女子は怪我に注意してください。ただ男子は間違って、それでは、まず先ほどワイパーを交換したんですけど、ワイパーを交換する際の注意点、購入するときですね、ワイパーこの2つなんですけど、長さが見てください、よいしょ、明らかに長さが違うんですね。で自分のこう適合はこれだと思って2本買っちゃうと失敗しちゃいますので注意してください。あと日本車の場合はカー用品店にある場合がほとんどですけど、外車はない場合がかなり多いので、そういう場合は取り寄せもしくはディーラーさんにお問い合わせをお願いします。今まで説明したワイパーなんですけど、最近かなり画期的で、非常に見た目のいいワイパーが出てるそうなので、こっちの今 BM がつけてるこのワイパーですね、スレンダーで美しい形をしてるでしょ。もし付け替えるんだったらこっちの方がおすすめですって、今小耳に挟みました。皆さんぜひこっちのワイパーを買ってみましょう。